サムシングフォーっていうのは、あの花嫁が幸せになるための4つのもので、何か1つ青いもの、サムシングブルー。おお、今日お前と一緒に乾杯したくてさ、これ持ってきた。おいでます、黄金の国岩手。いきなりですが、皆さんサムシングフォーって何かご存知ですか？サムシング4っていうのは、あの花嫁が幸せになるための4つのもので、あの何か一つ新しいものと、何か一つ古いもの、そして何か一つ、借りたもの、そして何か一つ青いもの。この4つがサムシング4っていうね。ね、サムシング4の中から今日はね、あのサムシングブルーについて今日は触れていきたいなと思います。で、今日ですね、ご用意しました、これ岩手県でもねあるんです。これサムシングブルー、あの一ノ関にある、あの関の内酒造さんっていうところで作ってる、あのシャンパンビアなんですけど、青いらしいんです。今日はこれをね、お昼なんですけど飲んじゃおっかなと思ってます。じゃあちょっと開けていきたいと思います。早速ね、開けていきたいと思います。あの結婚式とかでも使われているそうなので、あのね、ぜひこれからね結婚式しますっていう人とかは、あの参考にしていただきたいですし、あとはまあそれこそね、お祝いの席とかでもいいと思います。さあ、それでは開けます。僕もね、まだ中身見てないの、ね、ででーん、すごくないですかこれ、青い。ヨーロッパで200年以上前からある幸せな結婚の待ちないサムシングブルー。ブルーは古代より、女性の慎みと誠実、純白を意味し、聖母マリアのシンボルカラーでもあります。またサムシングブルーには2人の誠実の誓いという意味も込められております。一緒の席なのでどうぞ。一応ね、発泡酒の扱いみたいですね。しかもね、これオリジナルのね、ボトルとか名前入れたりとかもできるそうなので、あのぜひね、あの関の内酒造さんのホームページを概要欄に貼っときますんで、ぜひ見てください。瓶が青いのかなと思ってるんですけど、中身も青いらしいんですね、これ。ちょっとじゃあ、早速ですが、飲んでいきたいと思います。栓抜き。栓抜き。見て、この、使い古した感じ、実家って感じ。じゃあね、早速。開けたいと思います。おお、本当に青いらしいんですよね、これ。おお、なんだろう、このね、ちょっと透明がかった綺麗な青してる。じゃあ飲んでいきたいと思います。結構ね、この綺麗なブルーがね、僕の顔でいただいていきたいと思います。これアルコール度数が 3% なんで、そんなに強くはないですね。いただきます。これね、あんまり、あ、でもビールっぽい。ビールっぽい味はするわ。甘すぎない？甘くはないかな、そんなに。めっちゃ甘いとかそういう感じは全然ない。なんか色的になんか甘いのかなってね、思ってたんですけど、全然そんなことはない。結構クイクイいけちゃうやつ。美味しいね、これ。さっぱりしてる。ビールのあの苦味とかじゃない。あの苦いとかそういうのじゃなくて、すごいスッと入ってくる軽い口当たりですね。うん、これをね、女の子とかと一緒に飲んでたらいいなと思いますよ。いや、今日実は今日記念日じゃん。だからまあちょっとね、一緒に過ごしたいなと思って、まあ、今日実はね、ちょっと一緒にお酒飲む飲もうかなと思って、ちょっとプレゼントがあって持ってきたんだけど、これ
サムシングブルーっていうお酒なんだけど、これを一緒に飲みたいなと思って、今日お前と一緒に乾杯したくてさ、これ持ってきたんだ。一緒に飲もう、幸せになろう。とかね、やっちゃってもいいんじゃないですか。あ、でもね、夜ね、ちょっとキャンドルとか灯したぐらいにしてね、やるといいかなと思うんですよね。僕の家にはね、そんなおしゃれなもんないんですけど、サムシングブルー、こちらの詳細は、概要欄に、関ノ一酒造さんのホームページ載っておりますので、そちらからぜひ確認してみてください。オリジナルラベルとかネーム入りとかも作れます。なので、まあ、この瓶ですね、この瓶にオリジナルの加工もできたりするので、まあ、プレゼントとかご贈答用とかね、お祝いの席とかにはとてもいいかなと思います。ちょっとしたね、記念日とかでもいい、ね、全然プレゼントとして一緒に飲もうっていうのはありだと思いますので、ぜひ皆さんこれを飲んでみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。エヴァ、ナイスデイ。シール取り忘れてた。